5期生の初主演ドラマ「御書道物語」が今レミノにて、放送されているんですけど、私は34話に凪と直人出ているんですけど、ちょっと一つすごく私の中で重大っていうかびっくりだったことがありまして、実はこのお話の中に出てくる女の子の中に私のお友達がいるんですよ。中学の時にちょっと知り合いとかではなくて、部活とかでしっかりお友達だった子がいて、その子と一緒に出演することができて、その子も女優業されていて、私はその時すごい一般人だったので、めっちゃ可愛くて憧れっていう感じで仲良かったんですけど、初めて私が出るやつで一緒に出れたことがすごく嬉しくて、誰も監督さんとかも知らなくて、もうみんなでびっくりって感じだったんですけど、中学生のお話やから、ほんまに中学に戻ったみたいでめっちゃ楽しかったし、そう、演技も初めて挑戦したんですけど、なんですかね、難しくて、なんだろう、一つのシーン、10秒のシーンを撮るにも1時間かけたりとかしとって、そう、それがね、すごいこうやってドラマ作るんやとか知れたりとかして、すごく、いろんなことを知ったんですけど、そう、私はすごい演技するの難しい、上手にっていうのはね、自分ではわからないんですけど、すごく楽しくて、そう、なんか台本とか覚えたりするのは難しかったんですけど、この子ならこのセリフこう言うかなとか、こういう風に言ってみようかなって考えたりするのが楽しくて、なんかこれからも挑戦したいなって思いました、これを機に。